コンコンチーズワンビット養女。やあ、説明ケースだよ。今回は前回のパートに引き続き友達作りパートで、まあ今回友達になるのがこの隣にいるロッカちゃん。え、いらっしゃいませ。この子だ。みんな人妻もそうだけど幼女も好きだろ。動画の視聴者になんていう偏見を持ってるんだ俺は。よし、ねえ、この子のことを下調べ。この子はこう喫茶店でお手伝いをしているロッカちゃん。慌てん坊だけどとっても前向きな子だよ。好物は小さな女の子が好きなものかな。あとはよく怪我をするみたいだから何かあげたいなということらしいです。なにちょっといろいろちょっと考えていろいろ探してみた結果、買ってきたものが、カットバン。怪我するってことでね、なんかカットバンは多分さ、安牌じゃないかな。ドストレイクに来るんじゃないかな。あと、まあ、喫茶店で働きようわけやけんさ、クッキーとかさ、ちょっとさ、線あるんじゃないかなって。これ前回チノさんのために買ってきたのが3個あるんで、これも結構いいんじゃないかなって。あとさ、1個だけちょっとブランケット、猫のイラストが大量に描かれたブランケット、結構女の子が好きそうな感じじゃない。これもちょっと1個だけ買ってきました。とりあえず安泰そうなカットバンあげてみたいと思います。はい。まあもしかして私への気遣いですか。いえいえ、すぐになくなっているのでありがとうございます。おお、ドストライクじゃな。やっぱりそういう感じだったか。すぐになくなっちゃうのでって結構いつもストック貯めて込んどるタイプのやつなんやな。ポケットの中とか絆創膏だらけなんかな。怪我していくたび絆創膏が消える。じゃあこっちのクッキーの方は、わわわ、ミルクキー、ミルキークッキー、おじさんの入れてくれるココアと一緒に食べるのが好きなんです。ありがとうございます。やっぱ女の子らしく甘いものが好きってことらしいです。そうだよね、喫茶店ってことはココアとかよく飲みそうな子だもんね。あ、始まった。あう、わあ、大丈夫？すいません、最近助けてもらってばっかりで。ロッカちゃんってずっとこうお手伝いをしてるのかな。そうですね、夏休みとか冬休みとかよくお手伝いしてます。すごい偉いな、小学生なんだろ。まあ10個になるかならないかぐらいの年なのに偉いな。俺が10個やそれぐらいの時ってさ、いっつも遊んでたぜ。とお手伝いなんか全くしてなかったぞお前。へえ、一番遊びたい時期だと思うので偉いね。もしかして友達がいないからかな。そんな私なんかまだまだです、もっと頑張らなければ。ひえー、どうした。ね、2回転プロのスケート選手になれる素質を持っている。どうして転んでおるのでしょうか。手も足もよく滑っちゃいます。ロッカちゃんの足元だけなんか物理法則がねじ曲がってんじゃないの。落ち着くと、それまずかそれが一番かな。お、落ち着く、ひひふう、それ子供が生まれる時のやつだよ。それちょっと違うんじゃないかな。よしぬえぬえっていう、ぬえっていう叫び声出す女の子おるかな。外じゃないし、つまずいたりするのもないと思うんだけどな。あの、よかったら落ち着いてお仕事できるようにお手伝いしていただけませんか。ロッカちゃん、頼む相手が間違ってるよこれは。ならしくってどっちかって言ったらさ、落ち着くというよりも逆にさ、荒立てるような方向性に向いとるタイプの人間やけんな。俺でいいな、マジで俺でいいな。ならしさんって何事でも動じないっていうか、適応力が優れていらっしゃるというか。それただマイペースなだけだよ。ぜひとも私にご指南を。そうかな。なんか嬉しいな。俺でよかったら。本当ですか、ありがとうございます。みゃみゃー。わざと噛むのも逆に難しいんだよなこれ。おお、ああ、何だった最後の、何だった。何が起きた。
2回転の頃が3回転半とかさ、荒川静香並みの感じのことが起きたんかな。いらっしゃいませ。じゃあどんどんプレゼントあげていって、もっとイベントを見よう、もっとこの子が2回転半とかスケート選手を目指せるようなところを見せてほしいな。にゃんこブランケット、これも多分いいんじゃないかなと思うけど、あげてみようか。わ、私いいですか。あ、ありがとうございます。あ、ちょっと微妙だったな。好感度は上がったんだろうけど、カットバウンとかみたいななんか個別のメッセージ出てこんかったな。フラワーティー、喫茶店コーヒーのイメージあるけど、お茶の方は。あ、お茶もちょっと微妙かな。微妙か。うん、そうか。あんこう餅もあげとこう。なんかあんこう餅1個残っとんよな。あー、これも、あ、イベントは入ったわ。でもイベント入ったってことはそこそこ好きだった感じ。よーし、頑張ってみようか。はい。おお、奈良市教官によるメイド育成プロジェクトスタート。まずはそうだな、足や手の運びを一つずつ意識する。焦ったら深呼吸、それで平常心を保とう。おー、これさ、一つ一つ意識しながらやるっていうのがなかなか難しいんぞ。俺も仕事でさ、いろいろ先輩からのアドバイスをさ、意識しようと思いながらも難しいけどさ、結局意識せずにやったらさ、また同じことをミスするんだぜ、みんな。ダメなやつだろ。へい、一つ一つを意識、よ、よし、よし、よし、へい、イエーイ。あらー、意識しちゃうと余計に硬くなっちゃうのかな。さっきよりは心拍数も上がって動きがぎこちなくなってるし。そうなんだ、そこが難しいところ。考えなくてもダメ、考えてもダメ。原因がもう少しはっきりすればいいかも。よし、どんどん行ってみよう。頑張ります。うわうわうわなかなかハードだね。ごめんなさい、せっかくの愛知さんにいろいろアドバイスをしてもらってるのに。うん、時間なんてものは思っているよりもあるんだから、ゆっくりで大丈夫なんだよ。ね、でもやっぱりおじさんの迷惑になっちゃうし、逆に足手まといになってるのは私嫌なんです。頑張ってはいるんだけどね。頑張ってはな、七石さん。いやー、なんとなく見えてきたかもしれないよ。本当ですか。私の視野で、ねね、読みにくい髪型するな、のろかちゃん。このな、な、え私の何がいけなかったのでしょうって言うんか。うん、そのすごい読みにくい髪型やめて、実給者苦労しだよ、君。お、落ち着いて、舌が切れちゃう。ひゃーい。お、教えてください。ひゃーい。ロッカちゃん、もしかして舌の筋肉が足りてないだけなんじゃないか。うん、それよりも次の休み、いつ？お休みですか？そうですね。ほとんどお手伝いですが、お昼休みの時間はおじさんが多めに組んでくれてます。おお、なあしくん、さらっとお休みを時間決めてさ、ちょっとロッカちゃんと二人きりになろうとしてる。そうなんだ、じゃあ次のお昼休みにちょっとお散歩でもしようよ。さ、散歩。ロッカちゃん。ロッカちゃん、露骨に嫌がってるような反応してるような。あ、ロッカちゃん、もしかして引きこもりとか。ナシ君、自分と一緒にするんじゃないわ。引きこもり違いますよ。ちょっと予想外のお言葉だったのでおなれちゃっただけです。ああ、そっちか。うん、大丈夫、変なとこに連れて行って変なことしたりしないから。本当にナシ君、あまり信用できないな。そう言われると逆に不安になるですが。俺は悪い人じゃないよ。うん、わかりました。次のお休みですね。指切り幻満です。指切り幻満。ロッカちゃんにならハリセンボを飲ませても刺されても煮られてもいいんだけど。おーって、なしくん、幼女に対してもド M 精神を持ってるぞ君。将来的にド M の達人になっちゃうぞ君。キャッキャー、怖いこと言わないでください。私そういうの苦手なんです。おっと、変態が苦手なロッカちゃんである。怖くない、怖くない、俺怖くない、怖くない。ひゃーこんな七七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 七
とりあえずカットバンが安牌ってことが分かったわけですから、もうカットバンだけでどんどん好感度上げていこうか。多分さ、これでさっきまで飽きおった分もどんどん使い果たしてさ、渡す頃には渡し取った分がどんどん消えているというパターンが生まれてるかもしれない。こんにちは、ロッカちゃん。もうお昼休みかな。やべ、昼休みピンポイントにロッカちゃんに会いに来ておるあたり、七しくんもさ、ちょっとストーカー気味なところあるぞ。はい、準備はオッケーです。準備オッケー。仮面ライダー DDDDK みたいな感じで、変身の時みたいだったね。よーしと言っても、俺この町に来て間もないから、ロッカちゃんの行きたいところでいいよ。わ、私のですか？はい、行きましょう。おー、ロッカちゃん、小学生の女の子行きたがるところか、どんなところなんだろう。こうやってさ、行ってみたらパチンコ店とかだったらさ、俺引くよ。どこここここは、ハニーガーデンです。この人たちは、よくここで休憩したり、雑談をしたりして寝るんです。ハニーガーデン、花がたくさんあるってことか。ああ、そうかそうか、この人のか。意外なところで出てきたな、モロックさん。いや、ロックちゃん、昼休みかい？あ、モロックさん、そうなんです。久々に外に遊びに来ました。ああ、この二人結構話す関係なんかな。てか、モロックさん結構男の子、女の子に使えるタイプなんかもしれない。そうかい。いつもお手伝いご苦労さん。こいつもロッカちゃんくらいに働けばいいんだけどな。あ、そんな私なんて全然ですから。いや、そんなことないよ。小学生の頃からこんな制服まで着て働き終わったり。あれ、モロクさん、このその腕のアクセサリー切れかけてませんか？うわ、あ、本当だ。でもまだつけてくれてたんですね。紐がちょっと安いやつだったのですぐ切れちゃうかなって思ってたんですけど。あ、ロッカちゃんがあげたよ。へえ、ロッカちゃん結構裁縫得意なタイプなんかな。そりゃロッカちゃんにもらったもんだからな。それにこいつは激しい動きなんて全くしないし。ビーズでアクセサリーを作るの好きなんだ。はい、最近休憩時間はずっと作ってました。おお、なるほど、趣味あるタイプ、いいね。なんかすごい女の子らしい趣味というか。へえ、女子力高えな。へえ、すごいね。かなり神経を使いそうだ。待てよ、こんなに器用だったのに、器用なんだったらさ、頑張ればさ、この接客の方もやれるんじゃないの？いえ、集中するのは好きなですので、モロックさん、私新しいの作ります。そうかい、ありがたいね。あんまり無理はするんじゃないぜ。大丈夫です。じゃじゃーん、これがビーズです。おお、へえ、結構たくさんあるんだね。お小遣いがたまったらついつい買っちゃって、いつの間にかこんなになっちゃってました。おお、絆創膏のさらに多い数のビーズがあるんかな、もしかして。穴も小さいし、通しにくそうだね。そうでもないですよ。集中すれば大丈夫です。ナイスさんもやってみますか？そうだね。やってみよう。結構疲れるね、これ。ナシ君はあんまり物事を集中して長いことできるタイプじゃなさそうだもんね。そうですか？おお、もうそんなにできてる。ナイスさん、こういうの苦手なんですか？ああ、俺は苦手やけんさ、とりあえず丸にしとこうかな。そうなんですね。小さめなビーズだから仕方ないですよ。そろそろ日も暮れますし、私が七瀬さんの分もやっておきますよ。次来た時には完成してると思います。本当？ありがとう。それにしても今はすごく落ち着いてるね。俺もそう思った。結構集中力高い子なんやな。え、あ、本当ですね。まあ、なんとなく解決策も見えてきてるから、次会った時教えてあげるね。なぜ今教えない？なぜ今の段階のさ、見解を教えない？なぜ次に回す？次会うことを楽しみしてるって。次はもしかしたら会えないかもしれないから、会う口実を作ろうとしてるな、お前。本当ですか？はい、気をつけて帰ってくださいね。ほう、会う口実を作って、会いに行って、とりあえず先にプレゼントを
を渡して貢いで話してもらうという友達になるためにはここまでしないといけないのかっていうのを見せられてるが気がするけど、気にしないでよ、こう気にしたらダメだ。こんにちは。こんにちは。あ、前よりは落ち着いたみたいだね。はい、前のお昼休み、ナエさんとお散歩したりしてたからだと思います。あの、私が慌てちゃう原因って何だったのでしょうか。あることに足を引っ張られていたんだよ。あること?もしかして私が競馬の数字当てるのに苦労していたのこと知ってたんですか。ロッカちゃんは何かを考えないじゃなくて何かを考えてしまうっていうこと。それはロッカちゃん、ずっと失敗しちゃったらどうしようって考えちゃってるよね。はい。ああ、意外と単純な答えだったんじゃ。よくミスする人によくありがちなパターンのやつじゃ。ほよな、失敗しちゃうって物事をやってたら大体失敗してしまうのがこの世の中。だからといってさ、慣れてない仕事をさ、失敗するかもしれないって思わない方が難しいんやけどな。それがロッカちゃんの足を引っ張っているって思うんだよ。その根本的な考えがあるから、どうにも改善できなかったんだ。前にちょっとお散歩したりしてるときはお仕事じゃないから転んだりなんてしなかったでしょ。アクセ作りしてるときも落ち着いていたし。うわ、ナナシ君もやるで。そういうさらっとさ、些細なことに目を配って相手の特徴を見極めるってナナシ君。うわ、なんか名探偵っぽいな。洞察力が高い。失敗に気をつけて行動するのもいいことなんだけど、そうやってかもしれないで未来を否定しちゃうと何もうまくいかなくなっちゃうと思うんだ。だからせめて失敗するかもしれないよ、成功するかもしれないに変えるだけでもいいんじゃないかな。ああ、なるほどな。奈良志くんやるな。私感動しました。あ、ゆっくりで大丈夫だから焦らないようにすることも大事だね。あ、はい。あの、何かお礼できませんか。来た。そう来たら、まずはベッドに連れて行くことが最優先だな。じゃあ友達になってくれない。友達ですか。大丈夫ですけど、はい。やったー。あ、なんかロッカってね、文字の左側にあるなんかキャラクターのアイコン、なんか鹿に見える。なんか角が生えてるように見える。うん、できた。ありがとう。あ、お、お会いですか。あー、喋ってる。こんな髪型だったんじゃ。ヒュー。そうだ、前作ったこのビーズのアクセサリー完成したんです。ナレさんにもらってほしいです。え、なんかすごいことになってる。すごい。ありがとう。早速メルカリで売ってみるね。ええ、その代わり、私のことをこれからも応援してくださいね。よーし、私はこれから成功させるミラクルガイになります。いえ、なるんです。その意気だよ。ありがとうございました。私、頑張ります。えい、えい、おー。おー。ふぃやー。ぬわー。その後、彼女は、絆創膏1枚使ったという。友達になった記念として僕からアハンナビキニをあげよう。私にですか。ありがとうございます。多分嫌そうに言っている。これ